してもらえますね。かっこいいじゃん。今日は普段千円カットしか行ってない女の子をヘアドネーションするんですけど、めちゃくちゃ新鮮、表情がわーこんな切るんだとか、すごい短くなったとか、美容師で働いてるとそういう表情の一つ一つとか、直接こう目で見るとほっこりしたりとか、やりがい感じてて、それを今日はすごくわかるような内容になっております。よかったら最後までぜひ見てください。動画の最後はお母さんに見せるところまで行きますので、お母さんのリアクションもぜひ見てください。それでは動画の続きをどうぞ。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構緊張してますね。すごい緊張してます。切るのが1万5センチとかしか切ってない。本当にしかも1000円カット本当に緊張しちゃって、電車から乗って緊張してちょっと緊張してます。安心します。逆に本当ですか。全然緊張しててもしないですよ。仕上がりに影響は出ないんですよ。ありがとうございます。今日はかっこいい感じでスキッとしたと思います。はい、どうぞ。お願いします。わかりました。素敵にしますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫です。With you, the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. ありがとうございます。どうですか？ちょっと。ちょっと。お願いします。成人式があったんで、そのために
髪は伸ばすし、それじゃあヘアドネーションしようと思って、まあ、いろいろ調べてやっと今に至るって感じです。結構前の時代に髪の毛綺麗だねって言ってくれることが多くて、綺麗ですね。そしたらなんか綺麗って言ってもらえるなら、じゃあその綺麗な髪を寄付したらもっと喜んでもらえるのかなと思って、そしたらヘアドネーションしようと思って。髪結構ですよね。アニメーションもこう YouTube とか分かりやすくなるかなと思って見てたら、このやつを見て、あ、いいじゃん、見つけちゃいました。見た時になんかいろいろ用意してくれるっていうのがあったんで、それはこっちも助かるなと思って。ハードル下がりますか？はい、コストに入れるだけっていうだけで、ああもうここがいいと思って。ちょっともう髪が切ってるのが多い経験の方だと、ぜひお願いしたいと思って。安心感がビクビクしてたらやるちょっと大丈夫かなとか思いながらより、もう安心していいですねって言ってくれるっていうか、あ、切りますってなるなんだろうな、なんかおばさんがどうしようって、あ、濃いなと思ってから髪の毛を入れてさ、気づいたら短い。短い。まだ息つけない。同じね。これでも雰囲気ありますけど、こういう大人の女性います、ね、あ、本当ですか？ありがとうございます。実は私に疎いんです。美容に自粛とかあったじゃないですか。女子力のかけらもなっちゃった。放出したんです。放出したんです。今日はラーメンが良かったのに10分少々ね、すごいです。今日取ったら乾かします。乾かした後に、はい、ちょっとまた膨らみますので、はい、ちょっと手を使います。ちょっと一回乾かします。乾かします。立ち上げると目にかからない。こうやって温風を目元に当ててゆっくり冷やす。なるほど。5秒くらい、5秒くらい離す、うん。すごい。で、結構大げさに立ち上げちゃって大丈夫なので、あとでスタリングをつけた時に調整できるかな。よろしくお願いします。あ、全然ないです。髪長いとポニーテールにして段ボールにしてネットでやっちゃうんで、だ色は茶色いとやっぱり弱いですね。結構厳しいイメージあります。そうなんですよ。これから実習三昧とか髪とか染めてみたいんですけど、全然知らないんです。ありがとうございます。うわぁ、短い。でも発表ショットいいですよ。髪の毛絶対乾かすのだけで絶対長いですよ。10分とか15分とか。15分かかりました。はい、かかりました。全然乾かないです。年間の2日間くらい乾かしたことがあります。そうなんですか。年間から上のラインを全部かけて乾いてます。病気にも巻いてみます。よく見ることですから。あ、ありがとうございます。なんかしっかりつける。本当にスタイリング剤って言ったらテープしか使わない。すごいな。つけて可愛いですよ。今ウルバンドってどれですか？そうなんですか？わざと知らなかった。わー、すごい素敵だ。ありがとうございます。はい、一回で2くらいで伸びてくる。伸びてくる。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。そのまますごいね。なんてもんじゃないね。別人。